一般国道343号渋谷バイパスの開通です。どうぞ。3月28日日曜日、一ノ関市大東町の渋谷から大原にかけて整備が進められてきた国道343号渋谷バイパスが開通しました。今回のテレビ姿勢だよりでは、バイパス区間に新たに建設されたトンネルや橋の着工から開通に至るまでの様子を振り返りながら、渋谷バイパスが果たす役割をご紹介します。国道343号は奥州市と陸前高田市を結ぶ主要な幹線道路で、10年前の東日本大震災が発生した際には被災地への緊急輸送道路として大きな役割を発揮しました。しかし幹線道路のおよそ中間点に位置する大東町渋谷から大原にかけての道路は、これまで釣沢地区を経由する必要があり、その区間には急カーブや急勾配が連続する地点が数多くあるために、交通事故が多発し、安全で円滑な通行の妨げとなっていたのです。そこで岩手県では復興支援道路に位置づけているこの国道343号で、さらに災害に強い道路ネットワークを構築するため、平成27年度に渋谷から大原を通る 5.5 キロの区間で新たなバイパスの整備を開始。そして令和元年の暮れには、渋谷の建下地内でトンネルの掘削工事が始まり、本格的な着工を前にしたこの年の12月17日に行われた安全祈願祭では、岩手県や一ノ関市をはじめ大勢の工事関係者らが出席し、完成までの安全と無事を祈願しました。このトンネルの施工延長は920メートルで、トンネル本体の長さは311メートル。掘削工事ではドリルジャンボと呼ばれる機械で岩盤を発破するための爆薬が挿入されて穴が掘り進められると、厚さ25センチもの分厚いコンクリートが特殊な車両によって吹き付けられ、トンネルの壁が崩れないように補強していきます。その後掘削工事は順調に進められ、着工から1年が経った令和2年12月14日、地元の大原中学校ではこの日、トンネルの名前が記された銘板のお披露目式が行われました。新しいトンネルの名前は建下トンネル。横の長さが3メートルで、重さ200キロもあるそれぞれの銘板が披露されると、筆を振るった2人の生徒には感謝状が贈られました。縦下の縦という字が難しかったです。きれいにできていて、すごく嬉しかったです。カタカナのバランスを取るのが難しかったけど、いっぱい練習して本番にきれいに書けたのでよかったです。文字が金色になって、自分の書いたよりもすごくきれいになっていたので嬉
嬉しかったです。また渋谷バイパスには新しい橋も作られました。橋の長さは54メートルで、片側には幅 2.5 メートルの歩道を設置。地元の渋谷振興会では県の依頼を受けて、地区内で橋の名称を募集し、砂鉄川に架かる新たな橋の名前を検討してきました。そして決定した名前は渋谷大橋。今年の2月14日、大東小学校では橋名板のお披露目式が行われ、揮毫した勝部市長と3人の児童たちが末永く地域に愛される橋になることを願いました。一生残るので嬉しいなと思います。やっぱりみんなに大切にしてもらうような大きな立派な橋にしたいです。とても楽しみで、とみんな渡ってくれるのでちょっと嬉しい感じです。私がおばあちゃんとかになっても、なんかこれを書いたんだよって自慢もできるので、すごく嬉しいです。渋谷大橋の字や令和3年3月完成の字や砂鉄川というとっても綺麗な字をたくさんの人に見てもらいたいです。その後、記録的な大雪に見舞われながらもバイパス整備は着々と進められ、竹下トンネルも渋谷大橋も無事に完成すると、工事は道路の舗装を残すのみとなり、いよいよ開通までのカウントダウンが始まりました。開通を翌日に控えた3月27日、バイパスの中間地点にあたる渋谷保育園前には、子どもから大人まで100人以上もの地元住民が集まりました。開催されたのは渋谷体育協会が主催する、その名も渋谷バイパス歩け歩け大会。参加者たちは竹下トンネルを通る往復 4.6 キロの道のりをゆっくりと歩き、景色を眺めたり記念写真を撮ったりして、新しい道路の完成をかみしめていました。さらにこの日は地元八幡神社の渋谷伊勢神楽が新たなバイパス開通に花を添えました。渋谷伊勢神楽は昨年8月に一関市の無形民俗文化財に指定されたものの、新型コロナウイルスの影響でこの1年全く披露する場がなく、指定後初めてのお披露目となったこの日、渋谷保育園前と竹下トンネルの入り口で演目を披露すると、集まった住民からは大きな拍手が沸き起こり、翌日に迫ったバイパスの完成を全員で喜び合いました。天候にも恵まれて、子どもたちにも大勢参加いただいて、なおかつ地域の皆さんの前で踊れたというのがまずもって嬉しいです。本当の地区の願いでございました。結構狭い道路県道がございましたけれども、それが、このバイパスによって解消されるということで、交通量も増えるかと思いますけれども、地区民一丸となってこの交通安全に寄与したいなと、考えております。皆さん、せーの、はい、じゃあ走っていきます。そして迎えた3月28日午後2時、およそ6年の工期を経てついに渋谷バイパスが開通しました。非常にこの地域の方々とともに、この渋谷航空橋トンネル、これが完成を迎えたということで、地域の方々にとっても嬉
日常の生活道路としても大きな意味を持ってくると思います。どうぞ地域の皆様方も自分たちの地域の中に新しくできた道路だということで、道路に愛着を持って末永くこの道路の持つ意味、こういうものを感じ取っていただければ幸いだと思います。これまでの I6 間を経由せずに渋民地区と大原地区を安全に結ぶ総延長 5.5 キロの渋民バイパス、大型車の通行がスムーズになるだけでなく地域住民の安全が確保され、杉沢地区を経由した場合に比べおよそ5キロの距離と10分の時間が短縮されることになります。東日本大震災から10年が経過した今年、陸前高田の町にかつてのにぎわいが戻ることが復興であるとすれば、それはまだ遠い道のりです。そのためこの渋民バイパスは今後物流機能の向上とともに産業振興と観光地へのアクセスを進化させ、内陸と沿岸を結ぶ重要な復興支援道路として大きな役割を果たしていくのです。テレビガイド、今回は一関市新型コロナワクチン接種対策室から新型コロナワクチン接種についてのお知らせです。新型コロナワクチン接種については市広報などでお知らせしていますが、今回は65歳以上の方が実際に接種を受けるまでの流れについて説明します。新型コロナワクチン接種は65歳以上の高齢者から優先的に接種が受けられることになっていますが、一関市では4月に配分されるワクチンの量を踏まえてクラスターの発生を抑止する観点から、まずは市内の高齢者施設等に入所している方から順次接種を開始することとし、4月12日から接種を始めています。施設入所者以外の65歳以上の高齢者の方については今後5月中旬から接種を開始する予定です。一関市では市内医療機関または一関市総合体育館U ドームでワクチン接種を受けることができます。接種を受けるためには予約が必要になりますので、まずはどこで接種を受けるかご検討の上予約してください。65歳以上の高齢者の方を対象にしたワクチン接種の予約は4月26日から受付を開始します。具体的な予約の方法や予約先については4月23日までに郵送でお届けする接種券に予約の方法などについて記載したチラシを同封していますので、お手元に届きましたら内容をご確認いただき、内容に沿って予約をしてください。予約後は接種券をなくさないように大切に保管しておいてください。接種券は当日接種を受ける際に必要となります。接種当日はご自身の体調をご確認いただいた上で接種を受けてください。明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種をお控えいただき、後日体調が良くなりましたら改めて予約の上接種を受けていただきますようお願いします。一関市ではワクチン接種に関するお問い合わせや相談などを受けるためのコールセンターを設置しています。ワクチン接種に関してご不明なことやご不安なことなどがありましたらこちらにお問い合わせください。コールセンターへの通話料は無料となっています。電話番号0120-033-567、0120-033-567、受付時間は午前9時から午後5時までです。同日祝日も対応しています。ワクチン接種は強制ではありません。ご自身の意思で接種を受けていただきますようお願いいたします。